こんにちは、阪急道場弓矢さんです。今日は上野のガード下に来ているので、この辺りを歩いてみたいと思います。皆様、この辺りは来たことありますか？ JR 上野駅と御徒町駅をつなぐ JR 線のガード下になります。超ディープスポット、どこか時が止まっているような懐かしいような街並みです。昭和な感じが素敵ですよね。ここは洋服がいろいろ売っていますね。アメリカって書いてあります。アメカジみたいな感じの服なんですかね。革ジャンとかあります。いつか話題になった昆虫食の自動販売機もあります。私は以前立ち飲み屋さんへ行きました。ガード下の立ち飲み屋さん、とても雰囲気があり、平日昼間でも人でいっぱいです。ほとんどの方はリピーターの方なんですかね。そんな感じがしました。超ディープスポット、非常におすすめなので、ぜひ来てみてください。上野と御徒町の間です。はい、ということで歩いてまいりました。動画をご覧いただきありがとうございました。